お疲れ様でした。さあ、私の膝に頭を預けておくつろぎください。ほかほかですね、お坊ちゃま。手で仰いで差し上げますね。センスもありますが、そちらの方が良いでしょうかね。最初はゆっくりと冷ましていきましょう。湯冷めするといけませんからね。今は普通に冷ましているだけですが、昔もこのようなことがありましたね。あの時は坊ちゃまがのぼせてしまいまして、皆で慌ててしまう中、私の膝の上でぐったりとされていたんですよ。坊ちゃまは朦朧とされていましたが、覚えていらっしゃいますかね。私としては坊ちゃまと一番最初に長く触れ合った時間にございましたから、とても鮮明に覚えております。それからはたびたびこの千代の膝に頭を預けてくださるようになりました。たまに耳かきをするようにもなりましたが、あれはいつからのことでしたでしょうか。すぐには思い出せませんね。耳かきをすれば思い出すかもしれません。どうです、本日の耳のお掃除も私にお任せいただけますか。ありがとうございます。では。こちらの耳を上にしてくださいませ。はい、ありがとうございます。ではまずは耳の表面をケアさせていただきますね。耳はツボがたくさんございますからね。耳垢という分かりやすい汚れはありませんが、適切な施術はとても効果的なんですよ。もちろん坊ちゃまにお喜びいただけるように勉強いたしましたので、ご安心ください。先ほど肩をおもみした際に大変凝っておりましたから、肩こりのツボを集中的に刺激いたしましょうか。ちょっとグリグリしますね。
の痛みの後には解放感が待っておりますよ。では、他のツボも刺激してまいりますね。耳は結構実用的なツボが多いんですよ。中には酔い防止のツボなんかもあったりして、個人的に訳はしてあります。さて、耳のツボ押しはこのくらいにしておきましょうか。そろそろ内側を描いていきますね。カリカリ。眠っていただいても大丈夫ですよ。お風呂上がりですから、気持ちよくうたた寝ができることでしょう。耳かきが終わってお眠りになっているようでしたら起こしますので、ご安心ください。千代は子守歌代わりに昔の話などをしますから。さて、ど
こからお話ししましょうか。坊ちゃまとの出会い、初めて膝の上に坊ちゃまの頭を乗せたお話も、もういたしましたよね。思えば、坊ちゃまとの間には、さまざまな初めてがございましたね。初めて殿方と遊んだのも、初めて喧嘩をしたのも、初めて約束をしたのも、これまでのすべてが、お坊ちゃまでした。初めてが、一つ一つ増えていくたびに、私自身の成長を感じます。坊ちゃまの右腕にふさわしくあれるように、これからも、どんどんと、どんどんと、高みを目指してまいります。初めて遊んだ時のこと、坊ちゃまは覚えていらっしゃいますかね。お屋敷の中で鬼ごっこをいたしましたね。捕まれば交代の鬼ごっこ。当時の坊ちゃまと私の実力差は同等で、交代しては走り、交代しては走りを繰り返しておりました。屋敷の中を走っているのを、坊ちゃまのお母様と私の母に見つかった時は大変でしたね。二人から逃げるために屋
敷中を二人で手をつないで駆け抜けました。結局最後は捕まって夜になるまでお説教されてしまいましたが、初めて喧嘩した時のこと。喧嘩をしたのが初めてというのは覚えているのですが、何を理由に喧嘩したのかを思い出せないのですよね。おそらく些細なことであったと思います。目玉焼きにかけるのは醤油かソースかみたいな。目玉焼き近いけど違いますね。卵ああゆで卵でございました。ゆで卵にかける調味料、当時の私が醤油で、坊ちゃまがあれでしたよね。懐かしいものです。坊ちゃまの今のお好みは何ですか？初めての約束は覚えていらっしゃいますか？いえ、覚えていらっしゃらないならそれはそれで良いのです。私のかけがえのない思い出でございますから。気になりますか？そうですね。では、少しだけヒントを。実は今も約束と一緒に坊ちゃまから渡されたものを指には通らなくなりましたので、ネックレスという形でございますが、大事な、大事な
内側の部分はこのくらいで良さそうですね。では最後に奥の方をやってまいりましょうか。いかがですか？昔初めて奥の方を掃除した際は坊ちゃまを痛がらせてしまいましたが、今は痛みなく耳をかく心地いい音と感触だけが伝わるでしょう。私が坊ちゃまの耳をお世話することが少なくなっておりましたから、奥は実に溜まってきておりますね。ですが本日は私がご奉仕させていただきますから、塵の一つも漏らさずお掃除いたしますね。少し塵を飛ばしましょうか。では行きますよ。
ちゃまは、こうして耳を吹かれるのが、お好きですか？では、いつもより、長くふうふうさせていただきますね。では、最後にちょっとだけ気持ちよくなるためだけの耳かきをいたしましょうか。本日は休日ですからね。特別です。これで、こちらの耳の耳かきは終わりでございます。坊ちゃん、反対側の耳かきもしてあげるよ。僕が転がしてあげる。ゴロゴロやっぱり僕は坊ちゃんの横顔が好きだな。僕が坊ちゃんに仕えるようになったきっかけは、君のお父様やお母様に誘われたからだけど。一番の理由はね、君の隣に立って、君の横顔を眺め続けていたいって思ったからなんだ。
いつも頑張っている君を支えたくてさ。毎週日曜日に耳かきってさっきは言ったけど、もしも君がどうしようもないほどに疲れてしまった時は、いつだって僕の膝を貸してあげる。辛い時、苦しい時は泣いてもいいし、ただひたすらに癒されたい時は存分に甘やかしてあげるからさ。僕の前でだけ君の素顔を見せてほしいな、なんて。まあ、深く考える必要はないよ。今は何も考えずに、ただただ僕に体を預けておくれ。こうやって耳かきで癒してあげるからさ。坊ちゃんは僕と会った時のことを覚えてるかな。まあ、なんてことはない。女子生徒に囲まれて困っていた僕を君が手を引いて引っ張り出してくれたんだ。その一瞬だけ僕は王子様から少女漫画のヒロインになれた気がして嬉しかったよ。それから同じクラスになってずっと君を見てた。黒板を見るふりをして斜め後ろの席から君の勉強する姿を。昼休み君が友達と談笑する姿を。帰り道だってちょっと遠回りして君の帰りを後ろからこっそり見守ってたんだ。今は隣で君の横顔を見れるけど、君の後ろ姿を追う日々も悪くはなかったよ。まあ実はその後君のボディーガードに連行されて、お父様お母様とお話しして、いろいろあって執事になったわけなんだけどね。結果往来ってやつだね。僕の人生は順風満帆さ。
よし、大まかな耳垢は取れたかな。うん、今度はこびりついた耳垢もあるから、少し強めにカリカリしてみようか。無事に取れたよ、坊ちゃん。じゃあこっち側もふうふうと塵を飛ばすとしようか。準備はいいかな？行くよ。坊ちゃんは強めに息を吹きかけられるのと、弱めに息を吹きかけられるの、どっちがお好みかな？まだ決めがたいかな？次は交互にやってみようか。これはこれで、また優しげな耳吹きと強めの耳吹きとで異なるジャンルかもしれないね。まだまだいろいろなパターンの開発の違いがありそうだ。これからは耳かきのたびにいろいろやってみようか、坊ちゃん。今度は強めのやつをやっちゃおうか。オッケー。耳の中の塵もほとんどなくなったことだろう。では、反対側の耳をお掃除いたしましょうか。そのまま頭を動かしてくださいませ。少し汗ばんでいらっしゃいますわね。ハンカチでお拭きいたしますわね。お兄様、他の方にハンカチやタオルを貸していただいたりするかもしれませんが、お気をつけてくださいね。
タオルに自分の使っている香水を少し吹きかけて印象をつけてくる女性もいらっしゃると聞いております。決していい香りだからといって惑わされませんように。まあ実はマキアもこっそりと愛用している香水をこのハンカチに…何でもありませんわ、お兄様。お兄様のじっとりとした汗も拭えたわけですし、耳かきと参りましょうか。こちらの耳は蒸れて、少し刺激に敏感になっておりますから、ゆっくりとカリカリしております。もう少し、奥側もカリカリしてまいりますわね。お兄様、こちらもそろそろ、頭をなでなでしながら耳かきいたしましょうか。存分に、とろけていってくださいね。気持ちいいですか、お兄様。耳かきもなでなでも、こちらは先ほどよりゆっくりとやっていますから、だんだん眠くなってまいりませんか。眠ければいつでもマキアのお膝で眠っていただいて大丈夫ですからね、お兄様。ごゆっくりお休みください、お兄様。
キアの膝で、いい夢をご覧になっていただけると嬉しいです。お兄様はどんな夢をご覧になられるのでしょう。夢って不思議ですわよね。あまりにも現実的な夢を見たり、とても幻想的な夢を見たり、自分の脳が見せているというのですから、自分の思わぬ一面を見つけた気分にもなります。本当に自分が見ている夢なのかって疑いたくなるような夢を見たりもしますよね。現実的な夢ですと、学校に行って授業を受ける夢とか、あれを見た後に学校に行くのは、10時間近く学校にいた気分になって、正直ハードでしたわ。変わった夢ですと、異世界に召喚されて聖女と呼ばれ、世界を救ったりいたしましたわ。体感時間で半年くらいの大冒険でございました。あの夢は楽しかったですけど、家が恋しくて仕方がありませんでしたわね。まあ、目覚めたら1日しか経っていなかったのですけど。よし、こちら側も耳の奥側へ参りますわね。いざ。耳垢が取れましたわ。残るはささやかな耳垢だけでございますわね。では再び息を吹きかけて飛ばしていくとしましょうか。いきますわ。終わりましたわ、お兄様。ですが、このまましばらくゆっくりといたしましょう。本日は休日でございますから。